あさっきの続きを喋っとってやれ。あの、ポコちゃんの続きやけどね。第2弾って出すけども。<laughs> なんていうかな、さっきあの、女の子180万とか1日10時間やってね、税金がどうのことでしょ。だからね、普通、俺ふと思うけど、男前やったらね、どっか工場勤務とか高卒でもね、行かんのも、これポコちゃんで稼げますわ。それとね、掛け持ちしたらいいんですと、ポコちゃんビッグローブじゃないですビッグランドとかもあったら。 こんなの多分ね、10個ぐらいありますわ。ミクチャーは知っとるね。ほいで、男前やったら、まあもちろんホストやったらできるけどね。何、ま、つ、あ、うかな、ホストクラブ、例えば田舎の人やったらね。俺の話高い田舎の人やったらこれやればいいのに。ほ、ね、いで、これね、あの、やり方はね、あの、YouTube で検索してください。なんて教えるのかな。俺はそういう性格なんだろうな、ね。人に教えてね、寝のちのとこもで。<laughs> だからそういう感じで、パソコンはダメみたい。ほれで、ね、説明はね、あの、YouTube でね、ポコチャの使い方とかね、ミクチャの使い方とか出てきますわ。これで課金アイドル見たらね、やっぱね、あれ5000円、つらあの、金くれ金くれ言うわけでね、これでファミリーファミリー言うちけど、わしファミリー入るの好かんねえね。そしたら対応も違うらしい。だからネットキャバクラ出すわ。だから、俺の発想はね、女の子これ、例えばね、 使ってね、SNS で広げてね、その半分ぐらいお菓子もらえますわ。そういう発想もあるからね。おばちゃんが出てるんじけど、まあ、まあそういう感じで、皆さんも頑張りましょう。そういうことで。えーと、幸せだたくぼくんから。以上。